誰も信じてくれないけど、俺は見たんだ。変な光が湖の上空を飛んでるのを。きっと誰も信じてくれないけど、俺は見たんだ。変な
の光は。不思議な光だったわ。すごい力を感じた。危険な気もするけど、光の正体を確かめたい。私はローラントのアマゾネス、リースです。アストリアの宿で光が見えたから。そう、この際しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？ううん、こっちの話。ねえ、お願い、私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私にはもうこれ以上飛ぶ力が残っていないの。私も行くところだから構わないけど、途中の滝の洞窟に結界があって通れないんです。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで、マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは。アストリアの村の方、何が起こったの？急いで戻ってみましょう。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど、心配しないで。え？ちょっと待って！ほら、早くアストリアに行ってみましょう。目指しているの？光の司祭様にお目にかかって私を導いていただきたいのです。そう、いろいろと事情があるのね。
ビースト兵に襲われたようね。ひどいこと。一刻も早くウェンデルの光の司祭様にこのことをお知らせしなければ。ウェンデルが危ない。